世間話でもしよう。俺、学校で好きな場所とかってある？なんやそのしょうもない会話の切り口は。おい、絶対童貞やんけ。びっくりするわ。いきなり学校で好きな場所とかってあるって、えぐいな会話の切り口、切り出し方。ええ、図書室とか。優しすぎるやろ。なんて優しいんだ、引き出しのなさ。みんなとおしゃべりできる教室もいいけど、うん、好みで選ぶなら静かな場所ね。なるほど、覚えとこう皆さん、静かな場所な。あやついさん、僕はよく立ち読みするんだけど。立ち読みするとか言うなよ、もう貧乏くさいな。なんやねんこいつ、嘘でも買えよ。そこはイカれてんか、団地住まいが。お前終わってるな、武田武雄。立ち読みはあまりしないかな。やろ、そりゃそうよ。あ、そうなんだ。私は中身を少し確かめるくらいね。せやな、めっちゃ。あとは家で落ち着いて読みたいから。めっちゃ気使ってくれてる。ははなるほどね、その笑い方やめろって。確かに家の方が落ち着くからね。勉強してて難しい問題でつまずくとやる気がなくなるよね。そうかな。おお、もう私は好きだ。こいつ逆張りやろ。全部俺の逆言えばいいと思ってるやろ。おい、あやつじ、一番あかんねんぞそういうの。一番問題ねんぞそういうのが。ほんまに自分の意思を尊重しろ。反論しかしていけへん。難しい問題が。ええ、難しいものを解いた時の充実感って、うん、その問題が持ってる魅力だと思う。すげえ、難しいものを解いた時の充実感ってその問題が持ってる魅力だと思うの。問題に対してそうやって踏み込んでいける、素晴らしいな。そっか、世間話を一回。え、なんでお前世間話 NG やねんこいつ。なんやこの人間、おかしいやろ。多分相当おもんない世間話したんやろな、多分な。ちょっとね、ロシアで人間の手首18個見つかったとか、それ絶対話しちゃいけない時事ネタ。終わってんな。行動って何やろ。ザーラー、惜しい。よし、かっこいい顔でバッチリ決めるか。何それ、あやつじさん。ん、何キリ。おい、もう困惑してるやん、あやつじさん。生きてるなあ武田、完全に頭おかしいやつや。もう少し仲良くなれたから、もう一度チャレンジしてみよう。うわ、もう最悪、ミドルやんけ。今日は寒空、こういう屋上で話すべき会話の内容、それは世間話でしょう。いや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 いいいですね。冬になると朝起きるのが辛いよね。見てくれこの切り口、ほんまにつまらん話しかせんな武田武雄。冬になると朝起きるのが辛いよね、そこからどう広げる。私は案外平気よ。お、すごい広げてくれた。もう早起きが習慣になっちゃってて、うん、目覚ましよりも早く目が覚めるの。あ、それってね、ダメなんですよ。目覚まし時計、設定した目覚まし時計より早く起きたら、それ鬱の前兆らしい。これマジですよ、あやつじさん。ほんまに。直した方がええで。それはすごいね。さすがだな。嫌われるぞ。嫌われへんやん。今めっちゃ助言したかな。めっちゃ助言したやん。俺食べ物言っていい？皆さん。な、食べ物。あやつじさんの好きな食べ物を俺は聞きたい。しゃ、家で食べるご飯って。お前何やこいつ、5歳児か武田武雄。家で食べるご飯って美味しいよね。そこまで変わらん。食うものによって変わる、飯のうまさは。
困るよな、そらな。そら困るよ。でも私は外で食べる方が好きかな。否定、そして否定。そうなんだ。もう苦しい。あやつじさんとの会話が苦しい。どうすれば女子の心を引きつけられるんだ俺は。あやつじさんは好きな季節ってある？これクソつまんないよな。竹を好きな季節聞いて広げることできんけ会話を。春ね。おう、どうして？新しい希望に胸が膨らむ季節だ。いいこと言うな。皆さんどう思います？好きな季節あるって聞かれてこんな言葉が出ます？このボキャブラリー、語彙力、さすが秀才。とかって言われてもな。冗談。自分を取り囲む環境が大きく変化する季節だからよ。うわーすごい、言ってみたいな。好きな季節なんですか？春です。自分を取り込む環境が大きく変化する季節だからよ。頑張れ竹雄。自分次第でどうとでも作り変えられるじゃない。なるほどね、確かに。教わってばっかりや俺は。あやつじさんに勉強。よし、来た。どんどん好感度増えよう。長い夏休み、長い休みの時に出される宿題って初めにやるか最後にやるか迷うよね。私は出された日に。どんな会話やねん。それはすごいね。他にやっておきたい勉強が山ほどあるの。うん、宿題に手間なんてかけてられないわ。しょうもない男やで、ほんま。たけお、グロいなこのしょうもなさ。グロい。おいしょ。よーし。こたつで食べるアイスって美味しいよね。どう思います皆さん。一番最初、当初の武田武雄と比べて今の武田武雄、トーク力上達してます。結構上達してない？こたつで食べるアイスって美味しいよねって、おもむろにかなりおもろいよなほんま武雄のトーク。腹抱えるわ。ん？そうかもね。もしかしてそうでもないとか。正確にははっきり覚えてないかな。ほら昔はそういうこともしたと思うけど、うん、最近はそういうことはしてないな。あ、なるほど。なんでやねん、なんでやねん、もうなんで下がんねんそこで。おかしいやろー。